はい、それでは今回はワークブック問い 14-1 について解説をしていきたいと思います。はい、まずですね、問題を簡単にまとめていくとこんなような形でですね、図で表せれるかなと思うんですけれども、まずサイコロの目の出方によってですね、今現在1のマスにあるか2のマスにあるかによって動きが変わってくるということですね。で、まず1のマスにあるときっていうのはサイコロを投げて6の目が出たらその場に留まる。だからここにまず自分がいて6が出たらその場に留まりますよ。で、それ以外の目が出た場合っていうのは2のマスに移りますよ。つまり1から5が出たら2のマスに移ると。で、2のマスにあるときっていうのは偶数が出たらその場に留まる。そして奇数が出たら1のマスに移りますよということですね。はい。で、初期状態は x0 イコール1として以下の問いに答えようということで、まず1番です。